あ、来た。やっぱ違いますね。そして来た。この番組はコラボスポンサーのテーションだ。お疲れ様。はい。毎月レフコーチのデスヌリーさんのおでございます。そして、はい、ボイスドクターのリーです。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは、はい、ということでですね、今日も歌い手さんにアクションやっていきたいと思います。よっ、やったー。ありがとうございます。来ましたね、福岡という。はい。お送りしたいんですけど、はい、内容は変わらず、元気に歌い手さんのリアクションとやっていきたいと。うん、もうすでにお馴染みになってきて。うん。いや、これすごいですから。いやー、もう歌い手会はあっちいと思いながら、またすっごい人を紹介してくれる。そうそうそう、もう圧戦しまくってる。いや、ちょっとね、勉強になるんですよね、僕も。そう、ああ、そうですよね。このテリトリーから。そうか、そうか。ちょっと、こういうこともできるんだ、みたいな、みんなね。なんか、すごいですね、最近のこの歌い手さん。やばいっすよ。やばいっすね。やばい。本当に。これをもう伝えていきたい。この、こちらにいらっしゃるの、生体の専門家のリー先生ということで、もうガチの、声を専門とするドクターですね。うん、なんで、専門家にこう、当てがいまくるっていう、そういう、まあ、動画なんでございますね。はい、でですね、うん、今日は、どなたを、はい、どなたをっていうと、ちょっと今日、ちょっと今日違うかもしれないんですけど、こちら、あらなる、こちら、人の集まりですね、ユニットですね。うんうん、これあれですか、はい、もしかして。そうです、はい、先日、メイちゃんさん、はい、それから荒木さん、うん、そして私、ソロで、成瀬さん、うんうん、もう、なんか、3人来たと思って。この3人のユニットなんですよ。なるほど。やばすぎるでしょ。ロンってやつ。そう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 。そうっす、瞬つ。そうそうそう、あんこができた。なるほど、なるほど。もう、これはもう、うん、積もったと。なるほど。これやるしかないです。この、僕もね、先日の動画拝見しました。はい、ありがとうございます。はい、ラスさんのやつですね。いや、すごいです、ね。いや、すごいんですよ。またちょっと違うニュアンス。そうそうそう。全員違うじゃないですか。大丈夫だよっていうか。渋滞にならないっていうね、うん、不安はありますけど、ありますけど、うん、これやっぱりただこのやっぱ3人が集まって、うん、まあ、爆売れしてるわけですよ。なるほど。爆人気なわけです。お、どうなってるんじゃいっていうのも、はいはい、まあ、僕はもちろん知ってるんですけど、うんうん、先生にはちょっとこう見ないでくださいね、うんうんうん、圧力を問題日々かけておりますので、多分見てないと信じて、もう初見で、そのまま初見でちょっと行きたいなと思っておりますので、うん、今日はちょっと改めますはい、って感じですね、うん、このチャンネルでは日々発生関係のお話とかリアクション動画とか配信しておりますんで、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会でぜひよろしくお願いします。さあ、はい、いきますよ先生、うん、選曲難しいところなんですけど、はい、まあ、迷ったっす、迷ったっす、うん、あなたのメイさん公式チャンネルがあります、はい、いっぱい上がってます、うん、迷いました、うん、今日はこちらオド、あ、オド、オド、あら、アドさんのオド、知ってます知ってます、もちろん。まあ、なんでかっていうと、うん、まあね、歌唱力が試される、うん、曲でしょうと。これはね、これは、これは、これやばいっすよ。これは楽しみです。もう見なくていいんじゃないですか。いやいやいや、お願いします。もういいんじゃない、もう、いやいやいや、なんかもうお願いします。じゃあ行きましょうか、はい、このパンドラの箱開けたいと思います、うん、行きますよ、はい、いきなり行きますからね、多分ね、ほどは。メイちゃん、おー、今のいいの、メイちゃんさんですよ、はい、まず。ツヤがありますね。いやーもうね、ツヤツヤなんですよ。ツヤね。ツヤツヤらしい。なんかね、コシヒカリ食べた感じ、今。なんか最初。炊きたてのね。ツヤツヤですね。銀シャリね。はいはい。うわーって。なんか、あるでしょ、コシヒカリ食べたい時。あの感じ。ありますよ。いただきました、本当に。ありますよ。美味しいわ。すごいっすよ。うまみと甘みとね。メイちゃんさんはなんか、うん、美味しいお米食べたくて。あ、そうですか。そうっす。なんか、おひつ買ったらしいです。なるほど。おひつからご飯食べた。そんな豆情報は。そうそうそう。見てだから、こう、いいね。そうそう。こしかりボイスが出る。そうそう。入れてるから、出る。出るね。なるほど。そうなんですよ。つやつやそう。肉調も毎日見てるんでね、僕は。いきますよ。はい。歯がいずれも。あー、もうね。これ何回でも。これ。おかわりちゃう。これいいっすね。いいとこすでにいっぱいありますよね。めっちゃある。歯がいいっすね。ああ、いい、うん。入りバチッといくじゃないですか。うん、難しいっすよ。難しいし、うん、メイジャーさんの得意技、ヨーデル、うんうん。ここ出てきますね、早速。歯来て。ふわふわ、ここはもう、お手の物なんじゃないですか。待ってましたね。これ
だからメイチャーさんなんじゃないですか、ここ。多分、やっぱこれのセクションが多分得意でしょ。担当でね。そうそうそう、担当。ヨーデル担当。ヨーデル担当。からの、この、したいならのニュアンス。したいなぁ、ここ、このアクセントも効いてるよね。してますよね。で、どうぞの終わり際。おーい。ね。って、この感じ。最後ちょっと、雑炊でもいただきたい。美味しいやつ。締めてますね、これ。まず7秒なんですよ。そう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 。7秒で締めてますよ。すごいですね。お米っていいですね。いや、いいですね。いろいろ例えが聞くわ。うん。あれか。やっぱ違いますね。品種が違う。下かもしれない。なるほど。品種が違うわ。パンじゃないの、パン。パン。わからない。確かに。すごいね。確かに確かに。ああ、いいですね。やっぱ成分が違いますよね。うん。荒木さんの方が、違う違う。やっぱり、ここ感がある。うん、その、うんうん、メイチャーさんは、こっちにも太いんですけど、うん、そうそうそう。荒木さんも太いんだけど、うん、太さの種類が違いますよね。うん、なんだろうな。どう表現するか。ああ。ああ。わかりますよ。わかる。わかります。この、ここね。ここね、ここやばいっすよ、ね。やばいやばい。メイチャーさんまたもっと、なんだろう、じゃ、聞く、これ、品種のちょっとこれ食べ比べしたいですよね。ちょっとね、品評会しましょう。品評会したい、マジで。たぶんね、メイチャーさん、この辺まで、したいなら、あるあるある、この辺まであるんですけど。あるし、うん、なんていうかな、まあ、この、各種バランスがちょうどいいんですよ。いや、そうですね。なんか本当に、コシヒカリ系。もう、いろいろ改良して、そう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 。頂点にはいる感じです。そうそうそう、バランス、バランサーですよね。バランサーバランサー。荒木さんは、ある種こうやっぱとんがってるから。とんがってる。この辺ね。ここ消えて、ここから来る。そう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 。こう来てる。めっちゃ違いますよ、ね。いきなり改変するんでね。そうそう。そうなんですよ。本当に。めっちゃ、こう来る。クッカッカッってこう、クッてこっちから来る感じ。あー、これ荒木さんの声好きだわ。僕も好きっすわ。気持ちいい。気持ちいいね。カチャンって。そう。ガーッて。そう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 。いいわ。これ、品評会だわ。好きだー。好きだな、これ。でもすごいね。こういうこともできる。できる。すごいね。この裏声もやっぱちょっとヘッディ、ヘッディ、ヘッディ、ヘッディですよね。うん。うん、うわぁ、来た。おぉ、アルサマン。はぁ。おい。あぁ。このちょっとさ、気だるさっていうか。そうなんすよ。これ姉ちゃんできるんですよ、ね。そうなんすよ。そうなんすよ。うわぁっていうかさ、この余裕感。ねね、余裕感。そう。返金時代なんですよね。ね、そうね。そう、なんかね。すごい。こう、やっぱこう、響きがすごく、メイちゃんさんのこう後ろに感じるんだよな。うん。温かさがある。なるほど、なるほど。なぁ。深めもあるもん。深めな感じです。溺れて落ちて、みたいな。ああ。ああ、あ、お、来た、来たこれ、ナルセさん来た、これはもうね、いいっすね。なんか持ってったね。持ってった。かっこいいじゃん、これまたベクトルが。すごい。違ってきてるこれ。いいっすね。どう来るのかなって正直ちょっと。そうっすね。急に来たっす。うん。あ、なんか。一気に持ってくるっていう。そう、来た来た来た。これでも難しくない、こんなに上手い二人。いやー、そうですよ。行くと、ハードルが上がってるから。そうそう、そうなんですよ。それを全部持っていける。確かに。総取りしましたね。難しい、なんかその、競技が違う、うん、格闘技で、なんか、あー、そうかも。勝ったっすよね。そう。とにかく、勝ち負けじゃないけど。今、成瀬さん勝ったんですよ。そうそうそう。僕の中ではその、オセロが、端から端で全部裏返ったから。確かに。今ので全部、そうそうそう。そう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 。でも駒は違うんだよ。将棋の駒がこうやってきて、将棋の駒で全部変わったみたいな感じするな。なんかね、だって、これ、うん、高い音の方が、うん、あの、呼気のスピードが速いじゃないですか。うんうんうん、低い音の方が、まあ、呼気、まあ、呼気っていうのは息を吐く、うんうんうん、スピード
ですよね、うん、もう遅くなるじゃないですか、低い方が。だからその曲のスピード感だとか、うん、グルーヴ感だとかも急に変わってしまって、うん、あんまりかっこよく なってしまったりとかするわけですよ。高い音もうオクターブ違うわけですからね、うん、オクターブ違ったのにこう消えてない、そのグルーヴが、はいはいはい、この異色な急に将棋の駒入ってきてるのに、うん、変わってない、そのいい意味で、うん、ノリが、はい、このわかりますわかります、カラ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 、このサクッといっちゃいそうがめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいのよ、すごい、変わってない、このいい感じで消えてない気持ちよさが、ラップなのかもう歌なのか、そのどうでもいいくてただいい、ただ気持ちいいっす、ね、ひたすらニュアンスがもう気持ちいいっすよ、そうね、そうなんですよ、ここうわシャイ、そうシャイ、シャイ一回投げる感じで、ああシャイバ決めてくる、いいね、いいサクッと、そうかっこいいね、これね、かっこいいのよ、サクッとで言っときながら、いいじゃん、めちゃくちゃいい、いろいろ言ってね、すごいかっこいいね、すごいっす、あすごいっす、めちゃくちゃいいっす、いい、あーすごい、これでこれアクセント、サクッと言っちゃいさ、あー交代ね、うん、すごいな、なんか何でしょうこれ、なんか成分ちょっと変えたんかな、これメイちゃんさんですもんね、なんか映画撮ってきた感じしました、ね、確かに確かに、ストーンってさっきまでもうちょっとこう太さも感じる、手だれさがここはないんだ、声帯を完全に合わせたんだ、そうですね、そうですね、うん、ここはその手だれさがないです、そうです、パキパキいってるから、いってる、うん、ちょっと荒木さんに寄ったっすよ、そうね、だからイメージとしては僕のイメージですよ、荒、はいはい、木さんの太さの中にいきなりグラデーションでめいちゃんさんがズドーンってならなくてたから、ロンギリスがねそうなんですよ、うわーっつって量産型と戦ってたから、そうなんですよ、来たんですね、そっか、そうだからその入れ替えがかっこよかった、だから確かにバトンタッチした感じが、うんうん、確かにすごい良かった、ここナチュラルっすね、うん、ナチュラルバトンタッチがされてるな、これでも2人しかできない技でしょ、この感じのバトンタッチ、確かに、うんうん、おすごいね、おあいや、いや、いいっすね、いいよ、しばらく感想でございます、すごいわ、いや、すごい、ここでまた成瀬さんがどう来るんだろうっていう、僕はもうワクワクしてしょうがないんですけど、どこで歌える人いたんやね、確かに本当にできたー、あー、そして来たかっこいいんだよな、おい決めてくれるなぁ、決めてくれんなぁ、今さぁ、すっごいわ、あれですよね、いやもうこれすごいわ、もう代表戦のゴールですよね、お願い、そうそうそう、ゴール決めてくれ、ガーッてやったー、いやこれそういうなっちゃう、すごいわ、すごいすごい、ずるい、役割がすごい、ずるい、ずるいよね、確かに全部持ってきるの、全部持ってく、うん、美味しいとこ全部持ってくる、そうすごいすごいわ、あ今これは良かったね、奈良さんがパンなんですよ、なるほど、そうそう、パンうめえっつって、そうね、やっぱり朝ご飯だと思ったらパンうめえっつって、なるほど、なっちゃう、コシヒカリと秋田小町迷った後、そうそうそう、ね、パン食ってる、欧米式いいねっつって確かに和食じゃない、それぐらいのね、そうジャンルさというか、ね、これっすよ、よくこれが混ざってますよね、すごい、結構アドさんリスペクトも感じます、あ、感じますよね、うん、そう、メイチャーさんのところ、アキさんのところ、うん、それぞれの気だるさ、そう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 が出てて、それもあって、ナルスさんのバトンタッチがより気持ちいいかも、ね、気持ちいいかもしれない、そうそう、だからそのこの喉の使い方っていう大きな図表っていう、ね、そうそうそうマッピングは結構アドさんに寄せてはいるんですよ、いや、そうですね、すごいリスペクトを感じるんです、感じます、うん、ここも押せます、だから崩してないんで、いや、そう、うん、崩してないその中に自分たちの個性を持っていけてるからすごいいいですよ、いや、いい、それがすごいことなんですよ、本当にここ
ここのファルセットすごいな。ね。レッド、こういう感じの。レッド感だ。そうね。これ結構だからこうふわす。ふわふわさせとかないって気がする。こういう感じかな。レッドカード、このぐらいの、この、危ういところですよね、この。ひっくり返りそうなところで。かなり、そうですね。レッドカード、このぐらいの、このひっくり返りそうなところっていうかね。ヨーデルの途中みたいな、うん、あそうだと感じでやってるんですよ。そう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 。そんなレッドカードと思って、みたいな、うん。こういう感じで。これちゃんとできない。ひっくり返りますよ。いや、そうですよ。僕できなかったもんね。うんうんうん、すごいバランスですよね。で、その次は、うんここは荒木さんの、むずこれ、荒木さんポジ。荒、うん、木さんポジの、なんか崩しみたいな。そう、ね、抜きみたいな。そうそうそう。でもファルセットじゃないみたいな。うんうん、だこれ荒木さんにしかできない。荒木さんボイス。そうだ、荒木さんボイス。そうそうそう。でも、ここも、あれですよね。うん、あの、アドさんリスペクトしてる。そう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 、本当にそう。うん、で、イエーいい。うわ。ああ、おかえりなさい。うわ。ああ。いや、リスペクトやばい。リスペクトやばいっす。これね。やっぱ前もちょっとお話しましたけど、やっぱ、近いと思うんですよ。メイキャンさんとアドさんは。やっぱ相性がいい。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ近いっつうか、その、やっぱ抜け感が近いところありますよね。いや難しいんで、ここ単純に。確かに。うん、単純にここ難しいんですよ。むずいし、ここ役割分担秀逸ですよね。うん、成瀬さんの、うん、なんだろう、ほんと、ラップのいいところを、うん、この楽曲にうまいことマッチングさせといて、うん、からの、荒木さん、メイチャーさんが、うん、パンって急に来るみたいな。そうね。もうコンビ技。やばい。そうそうそう。そうやばい。回復担当、攻撃担当、防御担当みたいな。なかなか倒しにくい。最強のパーツ。そうそうそう。確かに確かに。ルイダの酒場で集めた最強のこの3人ですよ。うんうん、これは素晴らしいパーティーですよ。すごい。いや、メイチャーさんのこれ、うん、あれですね、あの、うん、メイチャーさんのヨーデルがこれ、生かされますね。うん、超生かされてる感じする。この色ね。この色が、うん。得意ですよ。おぉすげえ。後半にかけてガラッてもいける。すごいわ。すごいね。すげえ。鳴ってた今。ねえ、とにかく鳴らせるね。今鳴ってた。めちゃくちゃ鳴ってた。すごいな。すごかった。うん。おぉ、なるほど。いいっすね。アレクさんもね。うん、そうか。メイちゃんさんもいるし。ああ。おぉ。うわおう。ああ、力強い。パワーがね、上がってますよね。ん？あーあーああよう。ここみんな入ってるな。みんな入ってる。やったーこれ大サビだわ。これはいい、ね。なんか豪華でしたね、最後。豪華。もう。ゴージャス。ゴージャス。はい、パンもご飯もある、ね。全部最後結局揃うみたいな。わーって。そうそう。ね、わー主人肉いんですよ、最後。本当に。すごい。すごいですね。いやー、これはいいわ。全部込みか、最後。最後、すごいなよく喧嘩しないっすよね。うん。いや、なんかだから、さっき、まあ、パーティーっていう話をしたんだけど、担当が分かれてるのはそうなんだけど、はいはいはい、声も、そう。なんかね、その、まぁ、あ、ちょっと、専門的な話ですけど、いいはいはい、結構周波数がやっぱり分かれてるっていうか、確かに確かに確かに。なんで、喧嘩しないっすよね。ただ、そんなに、なんかこう、PA しなくても、いや、そうですよ。個性が違うんだ。荒木さん、肺が強くて、そうメイチャーさん、ミドルなんですよ。うん、で、荒木さん、こう、ローが効いてるから。そうですね。喧嘩しないっすよね。うんうん、ほんとそう。パンチしてもそれぞれ大丈夫みたいな、当たんないみたいな感じで。そう。逆に言ったら3つパンチ全部当たるわけ。そうそうそう。だからか。だから
から売れてんだ。全部来るから。いや、そう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 。全部こう、あ、全部スル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 、ダメだな、みたいな感じで。そう。そういうことっすよ。すごいですね。いや、めちゃくちゃいいわ。なるほど。オーケストラでしたね。そう。なんか、オーケストラだった。うん、うん。パーティーを超えて。なんかもう、普通に引き込まれちゃった。いや、そうっすよ。なんかもう解説して。いや、してない。もう解説をやめました。リアクション動画、嘘、嘘。聞きたくて。そう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 。リアクション過去嘘。そうそうそう。そう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 。弾き動画。最後弾いちゃったね。弾いちゃった。すごかったです。他の曲も弾きたくなりますね。他の曲聴きたいっすね。これ、あの、まあ、誠に勝手ながら、何がいいっすかね。そう、次何聞いたらいいっすか、おすすめをちょっと皆さん教えてください。うん、本当に。アガルドメン、アガルドメンのおすすめをちょっと皆さんぜひちょっと、ね。ぜひぜひ、本当にお願いします、ね。もちろん、そう、本当にね、はい、あの、いつもコメント見てますんでね。あと、なんか、他にもなんかこんな歌い手さんいるよとか、ぜひ紹介もしてほしいなという感じなんで、ぜひですね、今日の動画良かったよという方は、はい、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いしますという感じで、声の専門家、声帯の専門家、李先生と私、ご出演の生放送がお送りいたしました。また、じゃあ次回の動画でお会いいたしましょう。